はい、2018年の5月17日です。おとといの夜から昨日明けて今日と、大阪に行きました。今日は大阪報告ということで、あれですね、バス2泊っていうことで、2泊3日みたいになってますけど、帰りにですね、一つミスってしましたのが、帰りのバスターミナルを難波と梅田を間違えてですね、バスを、自分の予約したバスに乗りそびれてしまったというのが大きなミスでしたね。あそこで、それでもなんとかバス会社の関係の人に骨を折ってもらって、お金払ってたんで、空いてる席を確保してもらってやっと帰れたんですけど、大きなミスをしてしまったということですね。僕はいつもあまり準備もせずに、余裕しゃくしゃくみたいで行くんですけど、これぐらいあれですよ。鮫姉妹といってはなんですけど、軽く、大阪ぐらい軽く行って帰れないといけないなっていうのがありまして、そんな、もうカバン一つで、ちょいと行ってくるみたいな感じだったんですけど、ちょっとプリントアウト、自分の予約した、バスターミナルとかの書いたページをプリントアウトするのを忘れてて、スマホ持ってればそれコピーすればいいんですけど、スマホ持ってないもんでね、プリントアウトしていくのを忘れて、バスの名前とかわからなかったっていう、それが大きなミスだったね。そこは注意点ですね。行ってですね、夜出て朝着いて、大阪一周したんですよ。大阪はもう本当に久しぶりだったんで、もう忘れてましたし、じっくり見たのなんか今回で初めてぐらいですよ。大阪こんなに身近なのに、43歳にしてやっと大阪を探索できるっていう感じですよ。それで感想は、やっぱり東京に次いで第2位ぐらいの都会だったなっていうのが、大きさは実はあまり大きくなくて、非常にコンパクトにまとまっている都市なんですけど、都市の大きさから言うと、やっぱ東京に次ぐなって、東京って意外と奥多摩が大きいんでね、やっぱ東京は意外と大きいなっていう、京都もちょっと大きいんですかね、奥多摩が大きいですよね、檜原とか。あそこまで大きくないというね、大阪。一周したんですよ。なんといっても一日乗車券、バスと地下鉄がセットになって一日乗車券800円の買って、それでずっと一周ぐらいでできましたね。800円だから安かったですけどね。アベノハルカスも外から見えたし、海側ずっと回ってきましたね。案の定歩かされましたけど、非常に有意義だったと思いますよ。1800円で、行き帰り1800円で、非常に安かったですけど、間違えたのが失敗でしたね。
さくら交通さんも良かったと思います。安くて今後どんどんやろうかな、どんどん研究していこうかなって思うんですけど、どうでしょう、わかりませんけどね。まああまり車中が寝れなかったというのが正直ですけど、まあ今から爆睡するんでしょうか。ちょっと足が痛かったんであんまり歩かなかったんです。ほとんど歩かなかったということでした。では失礼します。